セントルイス連邦準備銀行ビル正面セントルイス。連邦準備銀行は、ミズーリ州セントルイスに本店を置く、連邦準備銀行の一つである。管轄は、第8地区で、アーカンソー州、イリノイ州南部、インディアナ州南部、ケンタッキー州西部、ミシシッピ州北部、ミズーリ州東部、テネシー州西部がこれに含まれ、リトルロック、ルイビル、メンフィスに支店を構える。 現在の総裁は、ジェームズ・ブラード、第12代総裁、2008年4月1日帯である。1960年代に、ダリル・フランシス総裁、ホーマー・ジョーンズ研究局長の後押しから、校内エコノミストらが、貨幣の増加率とインフレ率の間に存在する比例関係を説いた研究成果を公表。当時もてはやされていたマネタリズム新法により、 連邦準備制度独立機関として、信望を獲得し、また、今なおそれら研究が、マネタリストの一般的な考え方に広く、取り入れられている。今日においては膨大な量の各種統計資料を有し、その規模は、アメリカ国内最大データベースの一つとなっている。元パレスチナ国首相のサラーム・ファイヤードは、かつて、セントルイス連邦銀行に勤めており、 ディビシア集計の初期研究に携わっていた。ありがとうございます。